どうも、ナオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はレベル上げやっていきましょう。今回レベル上げ結構簡単です。いつものごとくメタキンを倒して周回するんですけども、今日は倒す場所の紹介をしていきます。レベル上げは上級になってからした方がいいです。上級になってからがメタキンが出現しますので効率が良くなりますね。ではまず場所なんですけども、ここ覇王城の魔界上級ですね。ここに来てください。あ、で、場所はそこのここ南東です。南東に飛んでください。そして先に進んでいきましょう。いろんな場所で出るんですけども、固定の場所で出現します。で、敵とエンカウントしにくい場所っていうのを選んでますね。で、南東に飛んで、先に行きますと、あ、いた一発目からいた。ここですね。地図で言うと、このあたり。あの、丘があって、その下あたりに出現しますので、そこを覚えておいてください。で、出現しましたら、セーブします。セーブしてください。で、セーブが完了しましたら、戦っていきます。もしも敵が逃げた場合、タイトルに戻ってロードすれば、また、メタキンが出現しますので、必ず倒すことができます。で、倒し方ですけども、俺はね、竜神王が、炎のブレイクを持っているので、炎を使って倒してます。うん、ブレイクの技を持っているやつだったら、まあ、それに合わせたやつを使えば、間違いなく倒せると思うので、やってみてください。簡単だね。なんかドラクエ3を思い出す。うん、ドラゴラムして炎を吐いて倒すっていう。なんかそれを思い出しますね。はい。まあ、こんな感じで、レベルが一気に上がります。で、倒しましたら場所移動します。次に行く場所は、結界の祠の北西ですね。行きまーす。それでは北西到着しました。北西の出現場所まで行きましょう。他のとこにもいるんですけどね。敵とエンカウントしにくいっていうことで、ここの魔界は2箇所をやってます。あ、今回いませんでしたね。この辺りに出ます。この辺りに出るので、まあそこを見ていなかったら、またルーラしますね。で、次はここ、煉獄の上級、採掘場所。ここに行きましょう。採掘場所到着しました。そしたら後ろを向いてですね、どんどん降りていきます。で、そして、最初、ここ、この下のところにですね、ハグメタが出ます。で、今回いないので、もう一丁下に降ります。そうすると、もうすでに見える場所なんですけども、この辺りですね。この辺りにメタキンが出現します。うん。ここを調べていなかった場合は、また移動ですね。覇王城の魔界の南東。まあ、この感じで3箇所を行き来します。南東到着しました。では見に行きましょう。なんかね、セーブして、ロードしてを繰り返して出ないかなとか、いろいろやってみたんですけども、それじゃあ出ないっぽいですね。やっぱり、移動しないと、情報がリセットされないみたいで、出現しません。あ、いませんね。ある程度近づけば、もういるかいないかすぐわかりますので、どんどん移動していきましょう。はい、次は、北西ですね。下に降りていって見ていきましょう。で、大体ね、5、6回に1回出現するのが。5、6回に1回。で、お、出た出た。特にこの覇王城の魔界はね、出にくい気がする。煉獄の方が出やすいと思います。セーブしますね。セーブしました。で、これで敵は逃げるんだけども、消えることはないので大丈夫です。おーなんか最高はね、4体出るんだけども、3体でもテンション上がりますよね。よし。では、
できるだけ全員倒しましょう。頼むよ。ああああ、結局一体、結局一体です。素早さを特化させたやつをなんか作ろうかな。はい、こんな感じでレベルがどんどん上がっていきます。で、倒しましたらばまた移動していきます。ね、5、6回に1回出るって言いましたけども、それ以上出ないこともあります。10回やっても出ないとか、うん、今もう10回ぐらいやってるんですけど出ないっすね。でも確実にいるので、いました。あの、メタキンじゃないけどもハグメタの方ですね。なので一応セーブしていきます。ハグメタも逃げるんですけども、消えることはないので大丈夫です。一体かなんかハグメタじゃあんまりテンション上がらないな。オッケー。でも一匹倒せば8万ぐらい経験値入るのでいいっすよ、全然いい。はい、経験値が7万2000ね。俺装備するの忘れてた。装備忘れてた。装備、レベル上げをするにあたって、経験値が、上がる装備、3つあるんですけども、それは必ず装備するようにしてください。それと、あと、元気玉ですね。持ってれば、元気玉を使って、やるといいと思います。うん。確か今回の元気玉は、何回戦うまでいいってやつだもんね。うん。オンラインのドラクエとかは30分とか1時間で効果が切れたんですけども、これは何回か戦えば切れるってやつなので、元気玉もぜひつけてやってください。完全にミスってたな。はい。では、経験値アップをつけて、メタキン周回頑張っていきましょう。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。